はい、皆さんこんにちは、フリーウェイです。私が持つ持論の中からあまり世の中では聞いたことがないものをピックアップしてお届けするシリーズです。今回は以前超上から目線っていう動画でご紹介した一般的に言われているような人を見下すような上から目線ではなくて超俯瞰視点で広い視点で考えようっていう動画でお話した内容の続編的なものになります。今回は人類の持つ知識とか思考にフォーカスを当ててこれを俯瞰していくっていう、今人類っていうのはどの程度の知識とか思考を持っていて、この外側にはどんな世界があるのか、そこにはどんな知識や思考があるのか、この全体像について思考を巡らしていきたいと思います。以前超上から目線っていう動画で一般の人が持っているよりもはるかに広い視点、地球全体とか人類全体よりももっと広いところまで目を向ける重要性とか、どうやったらそういう視点を持てるのかについてお話してきました。まだご覧になっていない方はぜひこちらの動画からご覧いただきたいわけですけれども、まあ一般的な視点よりもはるかに高い視点について語るわけですので、当然30分とかそれぐらいの動画では全く語りきれなかったわけですよね。ですから今回はこの超上から目線動画の補足的な位置づけで知識思考の地図っていうテーマでよりわかりやすく超上から目線のカバーする視点の違いを明確にしていきたいと思います。前回の動画をご覧になって視点が高くなったという方も、いやいや言われなくても昔から自分は十分高い視点を持ってたという方も、今の自分の視点の立ち位置を確認していただいて、そのさらに上の視点を目指していただけるんじゃないかなと、さらにその上の広い視点を持っていただけるような内容にしたいと思っています。まずは知識の地図からいきたいと思うんですけども、まずは世間一般、まあ義務教育を終えて大学行って大学院行って、まあその後社会人になったり一生研究を続けたりして得られる知識の範囲っていうところからいきたいと思うんですけれども、これ非常に有名なマシュー・マイトさんという方が書いた The Illustrated Guide to a PhD っていう記事があります。まあこれご存知の方も多いと思うんですけども、非常によくまとまっていて短いので、まずはこれをおさらいしていきたいと思います。まずこの円が人類の知識全体を表すとすると、で小学校を卒業する頃にはこの中心付近のごく基本を知識として獲得できるわけですよね。で中学高校まで卒業するとその範囲がさらにちょっと広がると、で大学では専門分野について学ぶと、もはや同心円状に一般教養みたいなことをどんどん深めるっていうのではなくて、専門分野っていうある一点の知識を伸ばすようになる。で大学院前期課程まででこの専門性を深めて、ようやくこの今持ってる人類の知識の端まで到達する。で何年かこの端っこに集中して研究を続ける、外に押し続けると、そうすると研究の結果今まで人類が分かってなかったことが分かる。ちょっとこの端っこを外に押し出すことができて、人類全体が持ってる知識を少し広げることができるんですよね。でこんな風に人類の知識をちょっと広げるっていうことが大学院の博士課程で求められていることだということで、これができたものに博士号 PhD が与えられるんだと。でまあこういうふうに成果を上げると世界が少し違って見える、自分だけが新しい視点を持てているような気がするけれども、でもそれってこの全体からするとごく一部なんだから、やりきった気にならないで押し続けようみたいな話です。多分まあ気になる方は短いので原点読まれるといいかなと思います。非常に示唆に富んだいい図解ですよね。世の中には2種類の人間がいます。人類がすでに獲得した知識の中だけで生きる人間と、その境界を押し広げる、まだ人類が知らない知識を追い求める人間です。めちゃめちゃ頭のいい人がいると、神童って呼ばれるような小学生で大学レベルの知識を持ってるとか、まあ、テストで全国1位2位のすごいいい点数を取るとか、そういう人でもすでに人類が持ってる知識の範囲を理解してるだけだとしたら、それは前者なんですよね。なんか高度な本に書かれた内容とか最先端の論文の内容を素早く理解できると、まあ、これができること自体もすごい価値なんですけれども、でも理解するだけなら、誰かがすでに作った道を進むだけなら前者なんですよね。後者はまだ道がないところに道を作るっていうことですので、すでにあるものを理解する前者とは根本的に違いますよね。すでに本とか論文とかになって有益な知識だって分かってるところを理解しようとするんじゃなくて、それこそその先に行っても役に立つ知識があるかどうか、まだ誰も知らないところを攻めるんですよね。ただもちろん非常に深い専門知識があることによって、その誰もまだ到達してないところに対してもある程度鼻が利く、きっとこっちに行ったら新しい知見があるに違いないっていう勘が働くので、じゃあここを試してみようっていう仮説を立てることができる。専門知識を持ってない人間よりもずっと正確にきっとこうなんじゃないかって予想することができる。だからもちろん既存の知識を理解するっていうのも大事なんですけれども、それはあくまでこのボーダーを超えるための前提知識に過ぎないってことですね。でもまあ研究したことある方ならわかると思うんですけども、結構一生懸命専門知識身につけてるつもりでも結構この予想外れることもあるんですけれども、っていうかまあ言ってしまえばほとんど外れるんですけれども、でもたまに当たるんですよね。実験とか調査とかした結果、予想した通りの結果が出ることがある。この繰り返し作業をやっていてようやく後者っていうことになります。これ求められるスキルが全然別なので、すでにある知識を理解するのは得意でも、まだ何も答えがないところに仮説を立てて検証する、これが苦手な方っていうのはいっぱいいますし、逆に人の言ってることを理解するのは苦手でも新しいことばっかりやるっていう方も結構います。先ほどのマシュー・マイトさんの図っていうのは分かりやすさのためにかなりシンプルに書かれてますけれども、実際の人間の知識ってこの2次元の平面で表せるようなものではなくて、もっと多次元ですよね。で円の内側はこんなに密に埋まってるかっていうと空隙、まあ、すごい身近なところにまだ人類が知らないような知識の隙間があったり、人類がこれは信じるに足る知識だって思ってることがあっても実は間違えてるってこともあるわけですよね。昔で言えば天動説とか、もっと遡ると地球平面説とか、
無理数は存在しないとかですよね。なので実は誰でも仮説検証できるような、小学生でも趣味とか夏休みの自由研究とかで取り組めるようなところっていうのはたくさんあって、実はこの後者をやってる人もたくさんいるわけですよ。 YouTube にもいろんなやってみた系の動画とかあると思います。これはまあ世の中の人がその結果も分かってるよねっていうところをやってるんだったら、これはあくまでこの人類の知識の線の内側ですけれども、そうじゃないもの、誰もどうなるか分からないことをやってみてたら、それはもうこの線の外側を探求する行動、探索研究なんですよね。そういうわけで日々新しいことが分かったり、実は分かってたって思われてたようなことも実は間違ってたんだってことが分かったりして、ミクロに見ると日々この人類の知識の地図っていうのは塗り替えられ続けてるんですよね。今回も超上から目線の話なので、これをさらに俯瞰していきたいんですけれども、まずはこの線で囲まれたところ全体が今の人類が持っている全知識です。超上から目線の動画でもお話したような、物理学から見たこの宇宙全体の構造とか、宇宙ができてから滅びるまでのすごい長い時間範囲の知識、そういったものも所詮この線の内側の知識です。まあ、我々人間一人一人に理解できる知識なんて限られてますので、世の中には一生かけても読み切れないくらいたくさんの本とかあるわけですよね。どんなに天才だって言われるような人でも、ここにあるようなごく一部の知識しか持ってないっていうことなんですよね。なので人一人から見ると、この人類全体の知識っていうのは理解の範疇を超えた膨大な知識なんですけれども、でもその外側を考えていくっていうのがこの動画の趣旨になります。ちなみに AI っていうのは人と違って膨大な記憶容量を持ってますので、人類が一生かけても読み切れないぐらい膨大な本とか論文記事、いともたやすく読むことができます。これは将来の話でも何でもなくて、今すでに世の中にある AI がもうそうですね。この知識のカバー範囲っていう意味ではすでにはるかに一人の人間を超えていて、これがあるからこそ AI は今までできなかったようなこともできるようになるんじゃないかっていう期待が高まるわけですよね。まあこれは完全に余談ですけれどもね。でそのわずか先にあるのが、先ほどお話した研究者が見ている世界、探索とか仮説検証、研究の世界です。現在ある知識を足場にして、まだ誰も踏み入ったことがない藪に踏み入っていく。ちょっとその先の仮説、きっと多分こうなんじゃないかっていうのを見つけて確認しに行く。この世界が人類がすでに持っている知識の外側に薄皮みたいに存在してるんですよね。で、ようやくここからこの世界の外側に目を向けていくわけです。イントロダクションはここまで。ようやくここから本編に入っていきたいと思います。この人類がすでに持っている知識と、研究開発者がまさにその知識を広げようとして開拓している世界、この外側に何があるのかっていうのを考えるときに、一番簡単なのはまずは思考実験として時間軸を伸ばして考えてみることです。今から1年後、100年後、1万年後、もっと順調にいけば、時間が経過すればするほどこの知識っていうのは広がっていくはずですよね。今から見れば未来の人類とか知的生命体っていうのは今よりもはるかに多くの知識を獲得しているはずだと。中にはロストテクノロジーになる、失われる知識もあるとは思いますけれども、まあ、全体としては単調増加が期待できると。未来から見れば今人類が持っているような知識っていうのは古代ギリシャの知識かよって思えるような時代がやってくるわけですよね。で、超上から目線ですので、前回の動画でお話したようにこの極限を考えていきます。この先人類が何億年あるいはそれ以上発展を続けたとして、その時に人類が獲得できる知識の限界はどこか。まあ我々が人類っていうせいぜい 1400cc とかの脳で考える生き物である以上、この先何億年が経とうが、ここで獲得できる知識っていうのには限界があると。まあこの限界は割と早く超えられるかもしれないですよね。最近のコンピューターとか AI の発展で、とても人の脳には収まりきらないような膨大な知識っていうのを十分扱えるようになってきた。じゃあその現状のコンピューターとか AI が発展したその先にも、やっぱりそれで実現できる知識の量に限界っていうものが来るという感じで、視点を上げてこの地図の全体像を広げて見ていくことができるわけですよね。 AI を追求する面白みの一つに、やっぱりこの人類がそもそも持っている限界、これを押し広げる可能性があるっていうのは非常に大きいんじゃないかなって思います。じゃあこれが全てですかっていうと、まだまだこの先があります。そのわずか一歩先が妄想の世界です。一旦地図を現在の人類の知識全体の地図まで戻したいと思います。なぜ世界中の研究者が日々頑張っているにもかかわらず、この人類全体の知識の地図っていうのはなかなか広がっていかないのか。それは科学的アプローチを取ってるからです。科学的アプローチっていうのはものすごく強力で重要なんですけれども、それは同時に足かせにもなるんですよね。あくまですでに分かっている事実に軸足を置きながら、それで証明できる範囲を証明していく。これは信じるに足る知識を獲得しようとした時に避けては通れないプロセスで、非常に尊いアプローチなんですけれども、だけどそれをやってると、どうしてもこの人類の持つ知識の外側にはなかなか出ていけないわけですよね。でも簡単にこのボーダーを飛び越えて考える方法が存在します。これが妄想です。つまりこの人類が持っている知識の外側には広大な妄想の世界というものがあります。このあたりから話が前回の超上から目線の動画でカバーしきれなかった一般的視点のちょっと外側の、さらに外側の世界に入っていきます。例えば分かりやすいところで SF、 サイエンスフィクションというのがありますよね。あるいは SF に限らずアニメの世界だったり小説の世界だったりというのがあります。世の中には2種類の人間がいます。そういうのを子供や大人でも子供の部分を楽しませるためのものだ
エンターテインメントに過ぎないって考える人と、いやいや遊びだなんてとんでもないと、人類の可能性を広げる非常に重要な思考だって思ってる人です。前回の動画でもこういう図を出しました。一般的な視点から飛び出して発想を飛躍させて、そこからバックキャストすることで日々の行動に生かすんだっていうこと。この超上から目線の超広い視野の世界のほとんど、一般的視点の外側の部分、この大半が実は妄想の世界です。過去の歴史を振り返っても、まさにこの妄想の世界からバックキャストして現実世界で役に立ってきたこと、例えば SF の世界の発想が現実世界に役に立ってきたことなんていくらでもあるわけですよね。まあ、有名なところでスタートレックで携帯電話が出てきたとか、レーザー兵器とか、最近だとマトリックスの世界観みたいなメタバースなんかもそうかもしれないですよね。まあ、こんなのも例を挙げればキリがないわけですけれども、発明できる人間と起こせない人間、イノベーションを起こす人間と起こさない人間、何でもいいですけども、この両者の決定的な差は何か、この一つにこの妄想の価値を理解しているかどうかっていうのはあると思います。インクリメンタルに石を積み上げていたのでは、いつになっても到達できないようなところへのジャンプ、これを実現してくれるのがこの妄想の世界の知識なんですよね。人類の知識一歩ずつしか広げることができない。でも気持ちとしては地道なことなんか言ってないで、一気に飛び石的に人知広げたいじゃないですか。もちろん地道な仮説検証必要なんですけれども、どうせだったら一気に飛んだところに、遠いんだけれどもできるだけ確からしいところに仮説を置いて、それで検証して一気に地図を広げたいじゃないですか。このより確からしいところに仮説を置くっていう、このためにこの妄想っていうのはものすごい効力を発揮するんですよね。この妄想の世界の知識っていうのは、最先端の研究者、イノベーションを起こす側になろうとすると絶対に欠かせない知識なんですよね。私の中でイケてる研究者っていうのは一定の割合でオカルトに走るっていう説があります。これなんか社会的にあんまりイケてない人たちがそういうオカルトなんかにハマるっていうのは皆さん想像つくと思うんですよね。なんか人生うまくいかなくて、何かすがるものが欲しくて信じる、これ超一流がオカルトにハマるって、そういうパターンとは全然違うんですよ。地位とか名誉で言ったら上位 0.1% みたいな自信満々の人たちがわりかしそっち行くんですよね。まあ長年研究者コミュニティにいる方だったらこう言うと、あ、そういえばあいつもそっち行っちゃったとか、いっぱい思いつくんじゃないかと思いますけれども、あんまりフォーカスされないですけど、例えばニュートンすら何の科学的根拠もないいろんなオカルトの研究してたっていうのは有名な話ですよね。どっかの企業にエスパー犬があったなんて話もありますけれども、これなぜかっていうと、その既存の人類の知識とか、この世界中のトップレベルの研究者が寄ってたかっているこのボーダー付近、その向こう側の妄想の世界っていう甘美な世界に気づいちゃったからなんですよね。まあ、気づくだけだったら結構たくさんの人が気づいてるんだと思うんですけれども、もう俺はそこに賭けるんだと、世の中にどんなに怪しいと思われようが、自分と同じように思想がこのレベルに到達した人とだけコミュニケーションを取っていくんだっていう、そんなところまで行っちゃったからなんですよね。前回の動画でも超上から目線を手に入れた人があえてその思想を外に出さない理由っていうのでもお話しましたけれども、そういう考えを外に出しちゃうと怖がられちゃう、排除されちゃうからっていうのを挙げたと思いますけれども、それこそ優秀だと思われてた研究者がいきなり怪しいことを話し出したりするわけですよ。あいつできると思ってたのについに考えすぎて頭が壊れたかと、一気に社会的地位失いますよね。それは普通は思ってても表立って話さないわけですよ。でその葛藤のステージを超えた人たちが怪しいことを言い出して、初めてあ、この人そんな風に思ってたんだっていうのが顕在化するわけですよね。まあ、バカと天才は見分けがつかないって言いますけれども、やっぱり先ほどお話したように社会的な弱者もオカルトに走りがちな傾向っていうのはあるわけですよね。これは先ほどもお話した通り、受け入れることができない現実の代わりに現実ではない何かにすがろうとする行為なわけですよね。これは現実を無視しちゃってるので、基本的にはより大きな不幸への入り口です。まあ、これ結構成功してる人に見えても、やっぱり誰にも言えない悩みみたいなものを抱えてるっていうこともあって、そういう人もこの道に走っちゃうこともあるので、本当に見分けるのが難しいんですけれども、でも本当の天才が走るオカルトとか、よくできた SF とかって全然レベルが違いますよね。現実は全て受け入れた上で、新しい可能性追求としてのオカルトだったり妄想なわけですよ。はっきり言ってしまえば、現実に即して思考している段階、この次の正当な成長段階として妄想とかオカルトがあるわけですよね。でも世の中よっぽど優秀だって言われてる人でも、あんまりここ理解しないでバカにしてたりっていうことよくあるんですよね。そもそもフィクションとかアートを下に見るとかですよね。そもそも仮説検証の研究の世界、この人類の知識の境界の薄皮のところすらですよ。その仮説に何の根拠があるんだっていうような人もいますよね。まして仮説とすら言えない SF とか妄想の世界なんて、ほんとただの遊びにしか見えない人もたくさんいるわけですよね。でも超上から目線で見れば、これは極めて正常な成長の一過程に過ぎない。というわけでまた世界が一段広がりました。妄想の世界、まあアートの世界も似たようなところがあるんですけれども、ちょっとアートの概念を入れるとまたいろいろとややこしくなるので、今回は妄想の世界っていう表現でいきたいと思います。とにかく人類が今持つ知識の外側には、今人類が妄想可能な世界っていうのが広がってるわけですよね。そしてここにも端っこがあります。この端っこが人類が今妄想し得る限界、すでに分かっている知識、まだ分かっていない知識を含めて今の脳で考え得る限界です。そして先ほどお話したような、何か言っちゃった人が見てる世界、オカルトとか SF の最先端を行くっていうのは
どういうことか。この妄想の世界の境界付近で今まで誰も妄想したことがないようなところ、ここを押し続けて人類の妄想の限界を一歩広げるっていう仕事なんですよね。実に尊いじゃありませんか。イノベーションを起こすためにはこの妄想の世界の知識が参考になるんだっていう話をしましたけれども、この世界すらさらに広げようっていう仕事なわけですよね。だからって言ってど素人が背伸びしてこの妄想の世界に飛び込んでも何にもいいことはないので、以前才能についての動画でもお話した通り、こういうものってどうしても得て増えてがあるので、たまたまそこが得意な方とか紆余曲折があってそこにたどり着いた方にお任せしておくのがいいかとは思いますけれども、なので大半の方にとってはこの妄想の産物っていうものを下に見ないでしっかり参考にする、妄想の産物っていうのはそれはそれで人類が持つ重要な知識なんだと、そういう認識は大事にしていきたいですね。で、こういう仕事をしてくれる人がたくさんいるっていうことは、この領域もこの先人類が順当に歴史を重ねればさらに広がっていくことが期待できるわけですよね。先ほどの時間軸とか AI の進化と一緒に考えると、人類の知識っていうのはこの先どんどん広がっていく、 AI のアシストでっていうか、人類の次の存在ポストヒューマンの知識はそれをさらに超えて増え続ける。この今の人類が妄想できる範囲を超えて AI とかが妄想できるようになると、将来は今の我々人間が妄想できる範囲の外側のことが起きるってことですよね。だからシンギュラリティの向こうは予想のしようがないとかって言われるわけですけれども、なのでこの先にポストヒューマンに妄想可能な世界、現在の人類には妄想不可能な世界っていうのが広がっている。でもおそらくそうやって科学がどんどん発展して、今の人類が単細胞生物に見えるぐらい高度に知能が発展しても、まだ理解できる知識には限界があるだろう。その知識が妄想できる範囲にも限界があるだろう。でも人類の発展系以外を考えたらどうか。地球外には地球みたいに300ケルビンとかの高温じゃなくて、もっと超低温で高速演算が可能な環境っていうのもあるはず。未知の物理現象で地球全体とか銀河全体とかもっと大きい、なんか情報処理を実現するもの、プロセッサーみたいなものが思考を続けてる可能性もあるかもしれない。そういう地球外生命体とか全てを含めた知識の限界、妄想の限界。っていうか、いちいち宇宙の一部に区切って考える必要があるのかと。この宇宙全体が何らかの情報っていう見方もできるわけですよね。だから宇宙全体の持つ情報とか妄想、まあそれを妄想っていうかどうかわからないですけれども、その限界。で、この今言った生命体とか宇宙とかの知識って、所詮今の人間の認識の範囲なんですよね。なのでそういうのを超えて将来にわたっての知識とか妄想の範囲のもの、この世に存在しないものが持つだろう知識とか妄想の限界とかっていうように、この超上から目線の思考法っていうのはどんどん極限を考えていくわけですよね。ここまでお話してどうでしょう皆さん。何かしらの示唆はあったでしょうか。最後に私がこういうことを考えていつも思うことをこの地図から得られる示唆の一つとしてご紹介したいと思うんですけれども、こういう地図を見るとなんかこういう限界って悔しいなと、破りたいなって思うじゃないですか。確かに人類は前進してますけれども、この知識の拡張とか思考の地図の探索ペースすごくゆっくりですよね。今人間が妄想できる範囲ですら、今本当に人間持ってる知識からすればごく一部なのに、今の人類の妄想の限界まで到達するのに一体何年かかるのかと。今見えてる限界までたどり着くだけでも膨大な時間がかかると。まだまだその先に何重も何重も先ほどお話したような未踏の地があるにもかかわらずですよ。もっと早く人類の知識とか妄想の限界、ボーダーを拡大したいって思うじゃないですか。何がこの限界を破ってくれる可能性があるかっていうと、私はそれができるのは結局知能以外にはないと思ってるんですよね。以前もどこかでお話したかと思いますけれども、私は知能の力っていうものを信じてます。結局人類が今ここまで来れたのもある程度の知能を獲得したからこそなわけですよね。知能こそがこのボーダーの拡大を加速し得る、限界を破り得るって信じてるわけです。そう考えると今の人類が単細胞生物にも見えるような知能、実現したくなりませんか。 AI をもっともっと発展させてみたいと思いませんか。まあこれも私自身が超上から目線を持っていろいろと考えた結果、 AI とかそういうものに時間を割く価値があるって思える、興味を持っている一つの大きな理由になってます。まあ超上から目線って非常に広い世界ですので、今回も結局前回からスコープを少し広げてはいても、この神の世界のごく一部をお話したに過ぎないわけですけれども、妄想の世界とかその限界、そこに思考を巡らせた結果、まさに今自分がやるべきことっていうのも見えてくるっていう、超上から目線を持つことのメリット、この分かりやすい例にもなってるかと思いますけれども、いかがでしょうか。本日の話をまとめると、まず個人が持ってるほんのわずかな知識っていうのがあって、その周りに人類の持ってる全知識っていうのがあって、そのボーダーを広げるために日々研究している研究者がいて、その先には知識というには根拠がないんだけれども、妄想できる世界っていうのがあって、さらにその人類の妄想の世界にもボーダーがあって、このボーダーを広げるために日々想像を巡らせている人たちっていうのがいて、これは時間が経って順当に人類が歴史を重ねたり進化したりすれば、このボーダーっていうのはどんどん広がるんですけれども、それでもそのどこかに限界っていうボーダーがあるんだよっていう話をしてきました。でももちろんその先にもまだまだあるっていう話をしてきました。何度もお話しているように、超上から目線の世界っていうのは非常に広い世界ですので、本当に考えれば考えるほどいろんな示唆を与えてくれます。この世界を旅した結果得られる示唆っていうのは、そこを旅した一人一人全然違うものになってくるんじゃないかと思いますけれども、何らかの皆さんの世界が広がる、目の前の霧が晴れたような示唆が得られることを祈りながら、この動画を締めくくりたいと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。フリーベイがお届けしました。
最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。